山田します。福岡市民やってまいりました。あの、ね、今回あのちょっとミミさん企画のダイヤモンドパーティー、ダイヤモンドパーティー自体初めて参加させていただくんですけど、まあちょっと僕らあの普段は北九州で、やってる田舎者なんで、まあ、福岡市民正直知らなくてどんなとこだろうと思ってね、今便利ですよね、インターネットでポチッとすぐ調べられるから。だからあのマック商法やってたりね、ローリーがワンマンでやってたりとかいる、あすげえこれ昔有名なライブハウスじゃんということで、まあ本当音もねバッチリ良くて、まあこんなところでさせてもらえるように声かけてくれたミミさんに感謝したいと思います。ありがとうございます。ほんでまたねダイヤモンドパーティーなんと今日20回目、20周年ということで、重ね重ねおめでとうございます。ミミさんちょっと上がってきてもらえますか。マジで、マジ年に2回ぐらい。じゃああの周年は 10周年らしいです。回数が20回記念ということらしいんで、改めましてそれともう一つ、あの今年があの新しい、いやその言葉やめましょう。0歳ということで、人間60年がワン周期らしいんでね、また新たに人生やり直すらしいんで、皆さんよろしくお願いします。一曲歌ってもらいます。あれ違った。ね、まあもう本当にこんな感じで、あのすごくミミさんのねイベントっていうのはすごくフレンドリーで盛り上がって、もう本当にいいと思いますね。まあね、まあまだやっぱりいるんですよ。あのイベンターだかなんだかわかんないけど、なんかこうね自分の傘に入ってやれみたいな感じのやつらがまだまだいますね。僕はそういうのがすごく嫌いで。やっぱ僕らは素人バンドで、あの好きで音楽やってますんで、好きなねロックンロールをずっとやっていきたいと思いますんで、皆さん今後もよろしくお願いします。それではちょっとミディアムです。Yeah.
Thank you.